怪人、地頭である志村殿の甥だ。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。陣、志村から己のことは聞いておるぞ、堺陣。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。陣。さあどうする、堺陣。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前、仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか、駒田での戦のように。竜蔵、叔父後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。昔の話だ。よせ、まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな、クロード。共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。竜蔵、侍だ、侍がいるぞ。
びで恩賞をいただく。我が名は酒井仁。この城を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤わせ。黙れ手抜け。己が得るのは六文銭だ。知れ事を。調子に乗るなよ。すぐに対馬を去れば情けをかけてやる。槍かを焼き尽くす。誇っておったな。それもここまでだ。コスパイタ軍配コススタメカンカラシ。もう子供、よく見ておけ。引け。引かぬならここが墓場だ。志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち、黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくとも、お主らは戦える。我らで異敵を打ち払い、故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。北へ行った。クロードの首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、お前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しかなあ。二人で猛虎を撃ってやろうぜ。
今さら知れたことを言うな。俺がハーンに着いたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな黙れ。お前ほどの友はいなかった。下れ、そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。には危険。ドクターはな、おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。なぜ寝返った。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは猛虎と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。全てはあの下人めの企てであろう。おじ上、九郎殿の名を捨て、この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺は玄人だ。では裁きを受けてもらう。藩を追え。仁、鷹のためだ。行け。
政子殿、ノリオ、石川先生と大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば、馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。見つかったか。北へ逃げられる。お主ら馬に乗れ。残りの者は門を固めよ。どうどう、これだ。いたぞ馬上だ。逃がすな。守りきれ進まなかった。己も志村もくだらなかったからな。和平にも応じず己は戦を選んだ。ではその報いは本土の民に受けてもらう。この対馬からは出さんぞ。破れたであろう。こたびは勝てるとでも。勝ってみせよう。
ロードを殺せ。寂しくなります。そうだな。お前は謀反になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし、己を守るためです。毒でか。猛虎の手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を土産に。その首は我が戒めだ。これで最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。
も母も見ておるぞ。はい、叔父上。鍛えてやる。酒井家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする？やります。地に背くわけにはいかん。お前に傷つけられた家名は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。叔父上、お許しください。私の過ちをただそのつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。父だけは消えません。これから先罪人として追われることになるぞ。承知の上。その名を語り継ぎましょう。武器武者佐時王佐、我が父、息子よ。
浄土で待っておるぞ。